とべ、初のコンサート、デューヒーローイーズケラトーブファーストスーパーリブから、に向けて意気込み。滝沢秀明氏が語る新事務所の展望。日本の芸能界において、滝沢秀明氏が代表取締役を務め、今年3月に設立が発表された芸能事務所とべ。そのとべが、三宅県、北山博光、平野志洋、神宮寺雄太。 キシュータラ全所属タレントが初めて一堂に会し、初の取材会を開催。東京ドームでの公演、デューヒーローイーズケラ東部ファーストスーパーリブケラ、24年3月14日から17日に向けた意気込みや、滝沢氏が初めて旧ジャニーズ事務所に触れるなど、新事務所の展望が垣間見えた。コンサートの舞台裏。 トベ所属の全タレント13人が揃い、初のコンサート、リューヒーローイーズの舞台裏について語り合った。東京ドームでの公演は、それぞれが全事務所で立ったことのある聖地であり、計22万人の動員を見込んでいるという。特に三宅県は、滝沢派手なの好きだなって、と笑顔でコメントし、トベとして2発目のコンサートになるから。 そこは彼としてはガツンと全員で盛大にやりたかったと力強く話す。北山博光は東京ドームをアーキスと誰もが目指す場所であり、怖くて口に出せない場所と表現し、かなりの挑戦としながらも一人になった時に自由度が高い分やはり責任がある。お客さんを引っ張っていくというのもそうですし、とその難しさを語った。神宮寺優太も、 特別な場所だからこそ難しい。たくさんのお客さんがいる中で一番奥の席の方にも楽しかったって帰ってもらいたいとコメント。ライブの演出や具体的な内容についてはまだ明らかにされていないが、岸優太はもう全部見てほしい。今は企業秘密なのでちょっとそんなに言えない。と独特な発言で場の空気を和ませ。 でも、ドームなので、そこはめでたく、肌荒れとかはしっかり気をつけたい、と話す。とべの成長と展望。とべは、滝沢秀明氏の手腕により今年3月に設立され、旧ジャニーズ事務所を退除したタレントが続々と加入している。現在はオーディションで選ばれた練習生も25人ほど抱え、着々と体制を整えている。 三宅県は、スピード感があって、すごく今の時代に合っている人、と、滝沢氏の手腕を絶賛。平野氏要も、滝沢くんはすごく器が大きくて男気のある方。僕たちが本当にやりたいことを言って、具現化させてくれる。より研ぎ澄まされたものをやれているような感じがします。と、滝沢氏の指導を高く評価している。戸部は旧ジャニーズ事務所で JR。 うちグループとして活動していたイムップ、IMP を用し、今年8月には世界デビューを果たした。イムップのリーダー、影山拓也は、この短期間でメンバーそれぞれ十何年と夢に見てきたことがすごく凝縮された、と喜び、トゲに加入してから一年、自分たちは恵まれているんだなと思った、と感慨深く振り返った。 また、ソロで活動する大統率きは、ライブまでに少しでも東京ドームに似合う男に成長したい、と意気込んでいる。滝沢秀明氏の新たな展望。飛べの初のコンサートに向けての意気込みだけでなく、滝沢秀明氏は取材で旧ジャニーズ事務所についても初めて触れた。 事務所設立から数ヶ月が経ち、成功を収めている戸部において、滝沢氏は、やりたいことをやっているので、ジャニーズにはなかった新しいエネルギーがありますね、と全事務所との違いを語った。滝沢氏は、戸部が新たなエネルギーを生み出し、タレントたちが自らの意志を具現化していることを強調。戸部が新しい波を生む存在となりつつあることが伺える。 トベは滝沢秀明氏のリーダーシップのもとで急速に成長し、初のコンサートに臨む。タレントたちはそれぞれの覚悟を胸に、新しい挑戦に臨んでいる。また、滝沢氏自身も新事務所の成功に自信を深め、トベが旧ジャニーズ事務所とは異なるエネルギーを持つ存在となっていることを語った。トベの今後の展望に期待が寄せられる中、 初のコンサートはファンにとっても楽しみな出来事となりそうだ。